こんにちは島田ですセールスのロープレーということで第1回目はですね壁打ちトークというような話なんですけどまああれですよねテニスで壁に向かってこうやって練習するやつですよねそんな感じで1人で大きな声を出してやっていってほしいんですねそれでセールストーク トークの作り方に関しては、えー、私が、えー、YouTube で結構長かったな、<laughs> 第1回目から8回いや、もうちょいあるかもしれない。ぜ、え、ひ、ー、ですね、それをあここに、あ、違うか、あの、ランガイのところに入れておきますんで、それ参考にですね、営業トークをちゃんと作ると。 いうことで、あのまあ、特にですね、ちょこっと話しときますと、同意和法っていうのをですね、ぜひ活用してほしいんですね。今使ったやつです。<laughs> 何々ですよねっていうやつですね。使ってほしいんですねっていうね。<laughs> これなんで必要かって言いますと、結局ですね、営業ですごく重要なこと,のことに、お客様に、 イエスを順番に重ねていく。まあ、イエスセットって言ったり、まあ、いろんな言い方したりしますけど、まあ、私の場合はイエスを重ねるっていう言い方をしてるんですね。これは自分が実際に営業をやってる中で、最も簡単に契約が取れる流れっていうのを、まあ、自分がやって発見したわけですよ。 もうとにかく最初からイエス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 って言わしていくと自然とそのまんま契約もイエスになるよっていうのがあの経験上分かったんでそれでそういうふうにわざと話すようになってきたんですね、まあ、どういうふうにやるかって言いますともうこんにちはって入るじゃないですか入って見てあのもう使ってる電話機、まあ、私 あのビジネス本とか、えー、ファックスとかコピー機とか、まあ、そういった応 a 機器関係とかの営業をやってたんで例えば電話機であれば NTT の電話機使ってるなってこう見てあこちらでも NTT の電話機ご利用いただいてますよねってこう聞くわけですね。 で、es が出るわけですよね。当たり前ですよね。使ってんだから、それであの大体台数をってこう見ながらまあ、10台ぐらいかなと。とまあ、10台ぐらい使ってると思うんですけど、って言うとはいっていいわけですよね。だいたいこちらの機種ですと45年ご利用いただいてますよね？って言うとはいっていいわけですよね。 <laughs> それで、はい、はい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 重ねていって,って、まあ、皆さんこちらの機種 d スでご利用でいただいてると思うんですけど社長のところもそうですよねって言って「はい」みたいなそれであのこちらの機種やるやらない別であの余計な経費かけずに新しい機種に切り替えができたんですけど一応こちらのタイプなんですけどみたいなね。 <laughs> でああそうなんだみたいなそれであのこちらであの今度こういったのがついてましたんで,で、まあ、社長今と台数同じでよろしかったですかみたいなそれであのまあクロージングにこう流れていくみたいなね一連のこのトークの流れってあるんですけどそれをですねまず先にきちっと作っておいてほしいんですよねそれであなたがもし新人で え、<laughs> 俺作れねえよっていう場合は、上司にちゃんと作っておいてもらってください。それでアプローチからクロージングまでの流れをですね、ちゃんと作って、その、まあ、できるだけイエスを積み重ねていく流れで、えー、作り上げたもの、それをとにかく最初は壁打ちトークででっかい声出してあの読むようにしてください。 それで、まあ家でね、えー、やるときに、まあ、風呂の中とかね、えー、響くとこ、<laughs> あのまああとは声出してもね、あんまり恥ずかしくないところで、えー、繰り返し繰り返し、ちゃんと一時一句間違えないように読むようにしてほしいんですね。自己流を混ぜないでください。特にゴミの部分とか、えー 手に貼っていったりするじゃないですかそこの部分がすごい重要だったりするんですね自分自身が営業をあまり理解してないときに勝手にそこをいじったりせずにもう作ってもらったまま、えー、繰り返し繰り返しまずは、えー、空で、えー、まあ、要は記憶して 見ないでも言えるところまで毎晩繰り返し、だい大体まあ10分から15分程度で構わないです。え毎晩毎晩それを練習して、だいたいですね、1週間もやれば、見ないでできるようになってくるんで、ただたまに見てください。<laughs> そうしないと、あの自分であの語尾を作っちゃったりするんでね、そこはあの絶対にあの上司が作ったものを。 使うんでかっていうと、ここで何でこの言葉を入れてるのかとかっていう意味があったりするわけですよね。その意味の部分をあなたがまだ理解できないレベル、まあ、特に新人の方であれば分かんないと思うんで、あのそこの言葉を抜かないようにしてほしいんですね。それと、あの文章的、あの なんだろう文章で見るとおかしいんですよ、トークっていうのは。<laughs> これ意味わかんないかもしれないんですけど、普通の作文とかとあの話し言葉なんで、ちょっとおかしい言葉になるんですね。自分で読んでみて違和感感じると思うんですけど、それに慣れてってほしいんですね。営業トークっていうのは、普通に読むと若干おかしかったりします。でも あの売れる人間が作ったものであればその通り話せばお客さんがイエスを重ねてってくれるはずなんでまずそれを信用してとにかくあなたはそれを空で言えるように繰り返し繰り返し暗記して、えー、大きな声でとにかく声出してやるっていうのがまず第一段階です。それを やらない限り、その先に進めませんので、まずあなたは毎晩トーク練習を決めた時間、決められた、まあまあ、風呂に入るときだったら風呂の中だけでもいいです。朝起きたときにやるんだったら朝起きたときでもいいんで、とにかく習慣化して、毎晩、毎朝、 やるという決めたらそれをやるようにしてください。これがまず第一段階です。えー、ということで私はですね、えー、営業系の、えー、YouTube チャンネルの運営であるとか、あとは営業セールスで悩まれた方の、えー、相談受付、えー、あとはですね、実際に未だに営業現場に出て営業同行したりですね、 営業の会社さんに対して、セールスイネーブルメントって言ったりするんですけど、営業で売れる仕組みをその会社に導入するお手伝いとか、やらさせてもらってますんで、営業セールスでなんか相談したいなっていう時は、ぜひ島田まで連絡してください。終わります